特にこの、千夏さんのこの5冊ね、素晴らしいって言って大絶賛で、ネフでね、製品化するかもしれないってこう思ってね、いたんですよね。そうですね。その後千夏さんはネフに、これを送ったんだよね、多分。そうです、そうです。送ってくれっていうことだったので、送ってくれって言われりゃね、それはね、もうネフで製品化してくれるかと思うじゃんねまあいい、まあもちろん絶対とは思いませんでしたけど可能性があるなら送りますっていう、うん、はいはい。で、まあ紆余曲折いろいろね、まあ、あったとは思います、はい、あとでね、早くから聞いた話だと、いろんな出版社に当たったことは当たったと、うん、ね、いろいろチャレンジは彼なりにしてくれたみたいなんだけども、うん、でも1年ぐらいだっけ。そうですね、ね、ずっと決まらずに、うん、ダメとも言わずに、うん、針のむしろの1年間みたいな、ね、そんな感じですねうん、まあちょっとどうなってるかわからないなと、そわそわしながら待っていたっていう感じで、うんうん、私からもなんか何度か打診したことも。本当ですか？うん、そうそう、ありがとうございます。で、まあ、結局のところですね、ネフ版の鏡の絵本は出ませんでした、うん、ね, ね。そしてなんかとても彼女が落ち込んでいる時に、そういえば福音館書店に Y さん、まあ名前言っちゃっていいよ、いいって言うから山中さんっていうね、これまた美しい、担当さんがいらっしゃるんですね。で、山中さんに電話をして、これまたプレイオンであったんだよね、最初ね。そうですね。そうで、山中さんに電話してね、山中さんがきっと好きだろうからね、きっと気に入ると思うから、ぜひ絵本をね、作ってる人がいるから見てやってくれって言って。本当ありがたいですね。いやいやいや、もうドンピシャだったの、本当に山中さんとね。福音館書店っつったらね、もう、本出版の中のね、もう最高峰ですから、いや、もう文句なかろうみたいな感じで。で、後で聞いた話だとね、山中さん言ってたのはね、はい、まあそういう話はよくあるんだって、うんうん、はい、いろんな人が、はい、絵本自分が書いたっていう場合もあるし、友達が絵本書いたんだけども、はい、これ出版にできないかしらっていうね、うんうん、そういう話の9割以上は大体無理って。まあそうですよね、そうですね、9割以上って言ってましたね、1割ないってことだよね、うんうん、そういう話の中で、でも山中さんと会って、山中さんもドンピシャだったよね、多分。鏡を使った絵本をなんとなくね、こうイメージしていたみたいなことを言ってたよね、確か、うん、本当にもう、うん、山中さんじゃなかったら本当無理でしたよ。そうそう、これできなかったよねそうそうそう、なんですよ。だからね、本当私もいい直感してたなって思うんですよ。本当にも良かったなでも、ね、本当に正直なところ、だから、はい、そのネフにしてもおもちゃメーカーですけど、はい、他にも文具メーカーとか、はい、あと海外の、海外の、海外の出版社も含めると、うん、まあ、20社以上は見せてます。そうなんだ、はい。だからそれって基本門前払いなんですよ。ああ、でも分かりますよ、私も以前その当時メーカー勤めで、うん、企画とかもやってたんで、うん、どういうも商品化するときにどういうことが問題に な,、うん、なって、うん、どういうものが商品、うん、どういう状態が揃うと商品化していくっていうこと、うん、一応だからその社会人としてもうある程度なんとなく感覚がある中で、こんな学生の時に作った絶対無理だろうこれっていうこれまずこれ見て本屋さんに置いてあるかっていうそういうものを見せていることはもう本当に承知で、うん、ただやっぱりその承知なんですけど、やっぱりそのいろいろ作っているとでも何か動く時があるんですよ、うん、そのただ諦めてしまうともそこでもう、うん、全部終わりなんですけど、うん、諦めずにもう門前払いも当たり前の感じで、
見せ続けることしかもできないかなっていうような心境だったんで、うんうん、なのでいやこれを今もし見ているね、あの何か、デビュー前の、ね、頑張ってる人はすごく励みになる言葉だと思うよ、うん、いや本当、うん、うまくいくなんてないから本当ですよ、はい、本当本当いやその通りですけど、でも結果的にはさ、これが不思議な虹になって、これは今日のおやつ場になったよね。本当です ね, ね。いや今思い出しても、うん、本当に夢みたいで、これがこうやって製品化してちゃんと皆さんに見ていただけるっていうのが、ね、で私もう今日これだけ言いに来たんですけどこれ本当にだからそういう出会いとかチャンスがないと進まないようなことだったりするんですね。そのもちろん自分がどれだけ面白がっていいものを作るかっていうのがまずベースとしてはあるんですけど、そうだよね、それの完全なるキーパーソン、いやいやいや本当に愛沢さんあってのこれなんですよ、ね、この鏡の絵本って、私はねそういうのを持ってる人なんですよそう、確かに自分のなんかね才能はまあ置いといてね、大したことないと思ってるんだけども、いやいやいや、でもなんかね人の才能を見抜くっていうのさ結構あるんですよ。だから影コロっていうものをね、あのおもちゃ作った沢木桃花さん、ここで、動画を撮ったこともありますけれども、彼女もこの度製品化いよいよしまして、売りに出ました。本当に、おもちゃ作家デビューになります、そういったねことがね世の中にはあって、まあ私はねあのパトロンにはなれないんだけども、真似事みたいなね、そのねその人のここを伸ばせばあるいはこの人と出会わせれば何か、うまくいくんじゃないかみたいな直感はすごく働く。いや本当に、でそれがあのもうちょっと言っていいですかどうぞ。あそれが愛沢さんだっていうところにすごく信頼感があるんですよ、うん、で私だから何十社も見せてダメだというもうそれくらいのつもりでも前提で見せてるんで、うん、振られても当たり前って思ってるんですけど、うんうん、ただじゃあどうしてあの時愛沢さんが編集さん紹介してくださって、うん、でも副委員官とか一番出なそうじゃないですか副委員官一番出なそう出なそうでしょ。もう私出た後も言われましたもん書店員さんとかいろんな人から、うん、これ副委員官の本じゃないよねと。そう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 なんですよ副委員官の本だと思わないよねって、うん、いやあの副委員官のあの硬いね重役はこれ多分反対したと思うよそうそう、ね、いやでしょ、そういうもんでしょ。だけど、うん、山中さんを紹介してくださったっていうそののと、そうそう山中さんも愛沢さんに紹介された人っていう感じで見せてくれた、あよかった見てくださったんで本当によかった。絶対そこが本当に違ったなって思うんですよ、はいはい、だから信頼感がこうつないでくれてるところがあって本当にもうありがたかったし、いや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 本当にいやもう 神様仏様愛沢様いやいやいやで、この辺は、うん、あれあの紙の絵本ができるまでの、はい、そう、ラフ、担当さんとあのつながってですね、うん、あのはいはい、副委員会その間に確かあなた結婚してさベルギー行っちゃったりとか、そうそうだよね。そうなんです、そうなんです、そうなんです実はそういうのとかもありました。だからベルギー行ってる間もあのメールで山中さんとメールでっていうかもうあのそういうズームじゃないですけどそういうのであのテレビ電話でオンライン会議 も,、うんうん、もういち早くそうそう、あ光っちゃう光っちゃうとか言いながら見えますかとか言いながらその辺はもう私は預かり知らないところでねでも本当に出てもうこれもね出た瞬間の話題ったらなかったですよ。いやあのアマゾンのさ絵本部門で1位をずっと続けたよねこれ。うん、ずっとだったかな、ね、でもなんかちょっとメディアでやっぱり紹介していただいたりすると、いやいやもうちょっと、はい、してやったりって思いましたよもうこれねありがたかったです、ね、あでもこれ見ようよ、これ見ます、ね、はい、この辺どうかもうどこつついても面白い話いっぱい出てくるでしょうちょっとね語りきはもう 何十時間とかになっちゃう、うん、あそうか語り、はい、語りきれない、うん、語り始めたらねこれは何今見ていただいているのはこれ不思議な水の、ラフですね、はい、ラフだね。そう今これはもう もうこれに近いよね。そうですね、だから順番的にはこれが、ね、まあ例えばですよ、うん、ね、
あ、これがまず先、あ、これがあってこ次にこれだね。分かった分かった。そうです、はい、そうですそうです、はい、そうそう、順番並べてみようか。はいはい、本がこうしてできますよって皆さん、はいはい、そうですね、そうですね、こうして、なるほど、そういう絵にしたことはなかったな、ね、ね、こうして、はい、これ見えるように、はい、気を使ってください、うん、ここ、はい、ちょうど見えますか、はい、そしたらこれですよね、これが、うん、そうですね、あ、これ違うのか、これ違うね、どれだ、似たようなのかな、これに対して全くぴったりはないかもね、ないかもしれないね、そうですね、ここにじゃあここ置いときましょう、はい、こんな感じになって、で、で、ここからやがてここに来て、そうですね、で最終的にはね、ここへ来るわけですよ、皆さん分かりますか、ね、これが、試作の、まあこれラフってやつですね、そうですね、でこれ完成形、うんうん、ね、素晴らしいね、こうやって絵本ができるんですよ皆さんね、こんなんだったんですけどね、はい、学生時代はね、はい、でもこれ面白いよね、これこれさ、こういう遊びってもしかしたら、うん、あ、これ最後 の、あのね、これだね、そうそうそうですね、おー、ね、見える見える、うんうん、これなんかもうこうやってこうやるとほら綺麗でしょ、うん、ね、いやー豊かな遊びですね本当に、ね、なんかそうだから自分がどこまで面白がれるかみたいな、うんうん、そういうのがありますよ ね、はいはい、うん、あの自分が面白がってないと絶対にいいものできないよ ね、 そうですね、 人が喜ぶようなものはね、うん、うんうん、そうだと思う、なんかね、含むところがあって作り上げたものっていうのはね、なんかしらやっぱり面白くないと思う、うんうん、自分でも、うんうん、そっちはどうか、でこれらが今これは不思議な虹の、はい、ラフでしたけど、ラフで、これ今日のやつはのラフですね、今日のおやつはね、うんうん、今日のおやつはが一番売れてるでしょ、そうですね、そうです、ね、そうです、そうだよね、この子が一番売れてくれてますね、あ、もうほぼほぼ、あ、だからそう、これはだからページの大体もうその住民開きあるんですけど、うん、その流れが大体こうですねっていうのが決まってきた頃のラフ、あ、最後の方の、素晴らしいね形、大きさがいろいろあるね大きさいろいろページの大きさ、いや、分かりゃいいんだよ、そうそうそうなんです、そうそう、分かりゃいいんだいやー面白いね、こういうラフが見れるっていうのもね、そう、他の YouTube ではありませんよ皆さんそうそうそうですね、こんなの見せませんから、はい、この辺もなんかちょっとだからコピー用紙とかにこうやって貼って、そうか、切り貼りして、ああここはね、そのこういう鏡の紙に直接書けないんですよね、書けないからね、あ、それが面倒なんですけど、そうか、これよく印刷できたよね、そう、難かね、いろいろ、そういろいろ大変だったんですよね、いやー素晴らしい ね、そうそう、いやー本当に面白い、ね、でこれはサーカス、サーカスですね、うん、サーカスがこう、うん、こういう感じです ね、 そうですね、こうして、うん、ここはね、はい、これがこうと、こうなると、うん、ね、いや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 面白いね、やっぱり、ね、まだまだ、話し出したら、ま、もうあと1時間でも2時間でも喋りそうですけれども、まあ、ここのページだけこの何回、やってやって、何種類か、はい、そう、なんかこのページがね、そう、このページね、はい、こういうこのページは、このページをちょっとね、ちょっと待ってこう、はい、出すから、はい、このページだね、そうですね、ね、そうですね、はい、これまだ原画描く前のラフ、これラフで、こっちが、完成形はこうなります ね、 すね、うん、ものすごいこれはバランスをとって、やってるんだよ ね、 そうですね、ここに至るまでの、そう、これね、もう本当バカなのっていうぐらい間にたくさん作り直してここまで予約いくんでそれがなんかもうね、いやバカなのっての好き俺いや俺ね、大体基本バカだと思ってるんですよ人は、ね、はい、うん、うん、そう、人らしい行為をしてる感じ、ここに至るまでの、はい、はい、これ順番どうだっけ、これちゃんと直してなかったな直してない、もう最初最初こんなんから行くんですよ、こんなポスカでね、この銀紙にこうやって、うん、もうエスキースっていうのかな、うん、でザクザク描いていくんですよ、うんうん、でもなんとなくこう鏡で両側が映ってバランス曲芸みたいな感じとかどうかなっていう頃です、うん、でいろんなものを右と左に
いろんな持ち方をこう書いたりして、どういうバランスとかどういう立体感になると面白いのかなみたいなので、だから全然ね、あのゾウさんの滑り台のとこで実際には出てきましたよ、うん、この時ね、まだバランス極限とかにいたりとかもしましたね。ゾウ2匹だったんだ。そう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 、ね、で、なんかリンゴに馬とこれいたりとか、はいはいはい、うん、なんかいろいろ違う雨なんか足から試してるわけですね。そうですね、でちょっとなんかあの今度ちょっとカラーにしてきたみたいなね。あ、だいぶ近づいてきたね。あ、そうね、これ近いな、はい、近いけど、うん、そう、色がね、あの、うん、これとか例えば椅子と机がなんかあのなんだろうな、はい、木の色ですけど、うん、もっとなんか色が見えやすくて、うん、あのやっぱりこいろいろ細かいんで見やすい色がいいなと思って、でそれでだからとか、あとこれも最後の方ですけど、あのあ全然違 う, そう、うん、これだな、うん、だからあこの辺が近いのか。そう違うんですけど、うん、でもこれもまだだから椅子がね、これあの普通の向きなんですけど、最後ねあの逆さの向きになったりとか。ああそうか、なんかねいろいろちょっとずつ違うんですよ、これ。もうバランスまだまだ見てるんです、この段階。だからこの一場面をそうそうそう、ね、作り出すのも、まあ、作者はここから始まって何枚あるのね、うん、これだいぶもうこれでもだいぶ絞ってます、もう かなり捨ててます途中いや、はい、捨てずに取っといてよ、うん、そういうのは、まあ、取っとけないぐらいたくさんあって段ボール何箱もある。いやもうちょっとさすがにそれ取っとけないなってなったんで、ああ、まあ、あのただここにあるだけで7枚あるもんね。うーん、いや10枚以上やった、もっともう全然そんな10枚どこじゃないですもん。どこじゃないんだ、はい、あとそのもうこれ言っちゃうと本当面倒だなって思うんですけど、うん、あのじゃあこれでフィックスだと、このアイデアでフィックスだってなってから、うん、じゃあここからようやく原画に取り掛かろうってなった時に、うんうん、原画はあの鏡の紙じゃなくて普通のグレーの紙に描くんですよ、あの、はいはいはい、不透明、普通の画用紙みたいなものをイメージしていて、はいはい、それにこの絵描くんですけど、うん、いきなりバランスこれどうやって取るのっていう話じゃないですか。だからもう描きながら描いたら本当にそのバランスでいいかっていうのをあの途中段階で、その画用紙に描いた絵をコピーして、コピーして、でそれをあそれをそれをまずコピー用紙を、うん、出力したコピー用紙を一個の形にぴったり切って全部これコピー用紙切ってそれをこのぴったりその位置に鏡の紙に貼り付けて、今こうなってるなあ、こうかこうか、今こういう立体感かってようやく確かめられるんですよ。原画描いててもこのここがイメージできないわけ。そうの、そうなんです、それです、それです、本当、うん、で、うん、バカだね。だからバカでしょ、うん、これだからあのもう普通絵とか描いててあのよくね、じゃあ画家の方とかイメージしてくださいね、うん、なんか描いてて今どういうバランスかなってちょっとあの下がってみたりとかするじゃないですか、うん、こういうバランスだなって、このちょっとしたあのこ の, こあのアクションを起こすために私1時間くらい描くてコピーして、あーなるほど、ね、コピーして貼って、全くその場所になるように貼ってようやくはあ、今こういうバランスかっていう、あここ直そうって言ったらまたそれをもう一回大変だわ。いや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 、バカかなっていう、うん、そういうことをやってます。そんなわけでこの3冊はいよいよね、世に出たわけですね。本当ですね。いやいや、誕生秘話苦労話ね聞いてまいりましたけど、この先の予定は何か言える範囲で何か予定とかあります？予定ですか、うん、ですね、ここまで言っていいかな。じゃあ、あのいいです、いいです。あのですね、はい、私、鏡の絵本も、あの、はい、引き続き、新作にも取り組んでますし、ずっと実は、はい。素晴らしい。あの、ただなんせ、いつも、もう、なんていうか、自分が納得できるまでやろうとすると、そうやって時間が非常にかかる。完全趣味だね。うん。まあ、なんだろう、私、まあ、相沢さんは先ほどおっしゃってたのは本当か分かんないですけど、うん、私 もう自分も本当大したことないなって思ってるんで、いやいやそんなことないです。ちゃんと本当にみんなに届けられるよ、一発のところですよあなたは本当にみんなに
届くような面白さでとあの届けるために届いてるじゃないの。だから大したことない自分は相当積み重ねないと。海外のさ絵本にもなってるんですよこれね。あ、そうですか。中国語版、台湾語版、フランス語版、フランス語版、韓国語版、ね、で日本語版合わせて、うん、世界5カ国に、うん、プロでなくてどうすんのそういう人。いやいや、だけどなんていうのかな、だから自分くらいのものは、うんうん、自分くらいのものは相当本当にまず自分がどれだけ面白がれるかっていうので高めて、うん、それをちゃんとみんなに届けられるような表現で、うん、あのやっぱりトライのスコ、これだとね、やっぱりあの本屋さんには並ばないですよやっぱりね、うん、これをちゃんと本屋さんにみんなに届くような形にして、はい、作り直すということを、はい、本気でやるとすっごい時間かかるんですよね、はい、いやこの動画はね本当にさっきも言ったけどもね、今デビュー前で頑張ってる人に勇気与える動画になったと思います。ありがとうございます、ね、本当にありがとうございます。なので、ね、なあのまだまだいろいろやってはいるんですけども、はい、鏡もやるし、やるし、あと、他にも他にも、まあ、できれば今年一個ちょっとまた鏡ではない、またちょっとまだ誰もやったことがない、世界で多分誰も見たことがないそれですよ、それまたあの、うん、送り出すんで、うん、どうぞお楽しみに、ご期待また何かね、はい、Amazon1 位になるかもしれません、ね、ということで本日は渡辺千夏さんを招きしましてね、鏡の絵本誕生秘話苦労話、お届けいたしました。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。